考えるか。夜明けまでに貸し主の魂を集める。必ず陽子さんを救う。救えんのかな。てか沖江くんめちゃくちゃ陽子ちゃんのこと好きなんだね。こう思うとね、本庁七不思議に関係する場所に行ってみよう。オッケーオッケー。持ち物って何。あ、呪詛玉か。これね、置いてけぼりの呪詛玉。現在最高の量 1%。 これ100にしないとダメなんでしょ、多分この感じだと。長いな道のりな。行こっか。一番近いのはこの橋の方だけど、こっち行ってみる？最初に言ってたしね。こっち行ってみようか。樹木橋付近。おお、来たね。誰かいるかな？送り標識の？はい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 。話のところのね、この樹木橋付近を歩き回ってみたが、この辺で特に気になる人物や現象は見つからなかった。強いて言うなら？何これ？さっきそこで誰かが拾ったであろう100円ライターを拾ったぐらい。ライターか。使えんの？呪い相手に火が効くかはわからないが、何かの役に立つかもしれない。いやー、呪いには呪いよってやつじゃないのこれ。さすがに。なんか使えんのかな？一応考えとくか。もちろん道には100円ライターだけじゃなく、タバコの吸い殻もたくさん投げ捨ててあった。東京ってこういうの多いの？ポイ捨てみたいなの。あんまり意識して歩いたことないけど、東京。これでは確かに火の用心を告げるため、標識が現れてもおかしくないかもしれない。確かにね。たたられてもおかしくないかもしれないね。あ、もう、一回行ったとこには戻れないんだ、この感じだと。じゃあ、この下水通りの方行く？南割下水の方に。よし、来ましたよ。暗いからやっぱなんか怖いね、雰囲気がね、街の。ここ南割下水通り沿いには、足洗い屋敷、消えずの暗頓などの不思議がある。大きな通りだが、さすがにこの時間だと人通りもなく静まり返っていたが、なんだか妙に暗い気がする。あれ？必要以上に暗いの？これ。これはまさか？え、何？ちょっと一回考えるか。まさか、この倉さん呪いの影響？すでに何らか、何かの条件に踏み込んでいるとか？これはすぐにこの場を離れた方がいいのか？それともこのまま様子を見てしっかり相手を見定めるべきか？ああ、なんかいるのかな？ちょっと待って、怖っ。一旦周囲見るか。深夜とはいえ、この辺りだけやっぱり妙に暗い気がする。あ、そうなんだ。しかもこの感じはさっきも。え、やだ、なんかいる。一回無視しよっか。一回無視。できない。見れる範囲狭、ここ。無視しようと思ったけど、無視できない。うぅ、なに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 。あそこだ、何かいる。あれは樹影。あ、これ樹影？なんか六六尾みたいに見えるんだけど、これ何？七不思議の呪いの姿。いる、いるぞ。この辺りに貸し主が。この樹影が、あ、暗闇を発している。すぐに何かしてくる様子はない。誘っているのかどうする？もっと近づく様子を見る。ちょっと近づこうよ、もうこれなったら。このまま待ってても仕方ない。行ってみよう。行くだけ行ってみようよ。ええー、怖っ。あ、体と首が離れてないこれ。すごい暗いんだけど。やばいやばい。うわぁ！なになになに？しまった、なんだ。呪いの力じゃない、誰かに引っ張り込まれた。クソ、いてて、放り投げられたのか。ここは建物の中。え？さらわれたの？真っ暗闇だ。さっきの樹影の、あ、暗闇か？何も見えない。え、怖っ。クソ、やられた。かしり主の仕業か。まあでも何か起きてほしいから近づいたからな。この闇は樹影の影響。ここに俺を閉じ込めておく気か？どうであれすぐに殺されなかったのはラッキーだ。今のうちに脱出方法を探さないと。クソ、何も見えない。明かりになるものがあれば。あ、これあれじゃない？ライターじゃない？さっき。これ。そうだ、さっきの100円ライターが。どう？お。ちょこっとだけついたね。
よし、着いた。これで少しでも見えれば。うわ、なになになに、うわぁ、何が、真っ白なんだけど。クソ、失敗か。明かりが少しでもあるとダメなのか。え、男の声、誰かいるな。かしり主か。しまった、逃げろ。いや、これこんなすぐ呪詛執行していいのかな。なんかこんな殺意バリバリに高めな感じで言っていいのかな。でも大きい家くんだったらやるんだろうなと思うのでやります。うわー、ゴー、何、ちょっとあなたに恨みはないんですけども、なぜゴバー、誰だったんだろう。話聞いた方が良かったのかな。はあはあ、おきえくん、大丈夫？危なかった。かしり主の姿は見えなかったが、うまくやったみたい。これ間違いない。え、待って、30% のサイコン追加。あ、そうか。でもこれ、いいのかな？かなり溜まってはきてるけど。暗闇と明かりが呪いに関係したということは、今のは消えずの暗闚だろうか。あ、でもぽいね。七不思議の話と呪いの条件には関連がある。これは今後のヒントになるかも。え、なんかこんな感じでパパパパパって人やっちゃっていいのかな。なんか私基本的にゲームするときって主人公のキャラが確立してる場合はこの子だったらこうするんだろうかなって思って動くので、私がやりたくてやったかとか関係ないんですけど、いいのかな。橋の方行ってみようか。高音寺橋、なんか西城秀樹みたいな人いない？送り提灯の明かりの場所と言われている。はいはい、宝音寺橋に来ました。いや、もうこれ誰かえ、ごめん、私これシルエットで勝手に西城秀樹とか言ってるけど、これ伝わってないかもしれないな。周囲を見るか、とりあえず。深夜2時を過ぎるとさすがに周囲の人通りはほとんどない。まあさすがにこの時間帯はあんまり出歩かないね。いわゆる草木も眠る牛蜜時というやつだな。これ他に、あ、向けないな、これ。カメラは切り替えらんないらしい。これ見よがしに橋の上に誰かが立っているの。さすがに怪しいでしょ。声かけようよ。こんにちは。おお、お、ハンサムだわ、この人。おっと、それには及ばない。どうせ僕が話しかけるからね。めっちゃ癖の強そうな人来たな。うわ、結構セクシー系の男性じゃない？おっと、なるほど、そういうことか。え、何？え、これは驚いたね。なんだ？おきえくんはずっとなんだってなってる。誰だい君は。お、人違いだったな、素直にそう言えって。あ、誰かと間違えられたの、これ。男、結構体格良くない？この人。随分ハイカラな格好をした男だ。ね。都会ではたまに見かけるが、下町だと浮いてるな。都会だとこういう格好の人多いの？すごいね。なんともうさんくさい男だが、このタイミングでこの場所にいたのなら、かしり主の可能性はある。あ、そうね。お話ししてみるか。よし、君から名乗っていいぞ。なんだそれは。おきえくん、名乗ってって言われてるよ。ああ、どうしようか、名乗っとく。俺はおき、おっと、見ず知らずの相手に軽々しく名乗らない方がいいぞ、青年。何この人。いや、せっかくなんか悪い人じゃなさそうだから教えてあげようと思ったのに。暴力や権力が支配する世の中はもう終わった。これからは情報を制した者が制する世界となろう。はいはいはい、覚えておくといい。あんたが名乗れって言ったんじゃないか。住所、氏名、年齢、職業、電話番号、そういった個人情報には君が思う以上に価値がある。そうね、大切にしたまえ。わかりました。なるほど、口が硬そうだな。おー、びっくりした。そして僕の名前は甲斐リヒタ、探偵だ。え、この人探偵なの？リヒタさんか。おい、自分で言ったこと忘れてないか。ん？探偵？探偵の通り名みたいなやつかな。本名なのかな。そう、秘密を扱うのが生業だ。
あ、だから個人情報に気をつけてねって警告してくれたの？よってこれ以上の情報を僕から渡すことはないと思ってくれ。それを理解してもらうために伝えた。ありがとう。なんか下まつげがセクシーな人ね。私立探偵カイリヒト。お、人物リスト更新された。これでも人物リストってあんまり情報ないんだね、その仲良くならない限り。情報がなさすぎる。リヒタさんか、面白そうな人だな。探偵がここで何をしていた？もちろん仕事だよ、それ以上は言えない。まあ依頼とかだったら話せないわな、プライベートだし。そういう君は何しにここへ？なぜここで立ち止まった？ここが目的地だったようだが。お、鋭いとこ疲れてるよ。怪しい男がいたから人を探していた。言う必要はない。あ、これ怪しい男がいたからというか、それ怪しい男、あんたがいたからだ。なるほど、では質問変えよう。怪しいと思った男にわざわざ声をかけようと思った理由は何だ？痛いとこ疲れてる。実は今人を探しているんだ。ああ、これってもしかして違う選択肢選んでも一本道のルートに引き戻されるのかな、これ。なんか陽子ちゃんが動いてるかもってところをもう一回やり直そうかと思ってデータロードしようとしたんですけど、一回ね。なんか別に時間戻らなくても、すべての要素で遊べますよってわざわざ出てきたんで、ルート回収みたいなのやめたんですよね、これ。その情報が欲しかったから、あんたに尋ねてみようと思って。そうなんですよ。なるほど、そういうことなら僕も手助けできるかもしれないね。あら。さて、君が探してるのは一体どんな人物？どうする？もう大丈夫。これでも聞いてみる？送り提灯。そうか。あ、本庄七不思議。探偵だから知ってんの？ああ、実は知り合いの女の子がそういう話が大好きでね。あ、そうなの。陽子ちゃんって言うんですけどね。牛蜜時にここに送り提灯が出るからってそそのかされたんで、試しに来てみたんだ。なるほど、君はロマンチストなんだな。しかし僕はさっきからここにいるけど、残念ながら提灯らしきものは出てないな。まあ、でも、昔の人が提灯に例えただけで、ただの明かりなんじゃないの？わかんないけど。ああ、そうか、そうだよね。ありがとう。でももう少し待ってたら出るかもしれないよ。一緒に待つかい？いや、それは遠慮しとく。あ、待たないの？そうか、お役に立てなくて残念だ。話すか。あ、そうだ、ところで君、何？何その険しい顔してんの？火は持ってないかい？火？タバコでも吸うのか？100円ライターでよければちょうど持ってるけど。おお、なるほど、ありがとう。それなら大丈夫だ。いいのか？じゃあ僕は仕事へ戻らせてもらうよ。君はここから去ったらね。え、なんで？見られてたらまずいのか？もちろん秘密の仕事。ああ、そうか。じゃあ立ち去るか。立ち去っていいのかな、これでも。対岸。向かいの川岸は工場地帯になっているようだ。さらにこの奥に行けば橋の名前の由来にもなった宝恩寺がある。ああ、向こうね。なるほど。橋。宝恩寺橋は両橋は石造りで、橋の中央は鉄製という珍しい形状。石で真ん中が鉄なの？この橋、下を流れる大横川は江戸時代に掘られた運河らしい。へえ、考えるか。こいつは貸り主とは関係なさそうだな、他へ行こう。もしずっとこの場にいたなら何かを目撃しているかもしれないが、この男とはあまり関わらない方がいい。いろいろと面倒くさくなりそうな気がする。お茶帰る？よし、この辺はもう回り終えたな。他の場所へ向かおう。次は？お、左側か。まずさっきの南割下水通り先にある緑町公園付近？こっちね。公園の方と、高校の方か。この辺りね。じゃあ先に言われたから公園の方行こっか。
緑町公園。なんかいるけど、誰かいますけど。七不思議の津軽太鼓のある公園に来ました。誰かいるぞ。男が二人、中年男性と若い男が何か話しているようだ。走り主の可能性は十分にあるな。バレないように少し様子を見てみるか。距離があるから会話を聞き取るには集中してしばらく見ないとダメだな。相手に見つかりそうになったら視線移動で木の裏に隠れよう。え、どういうこと？こうしたらいいの？この辺りにいたらしいですけど誰もいませんね、ボス。え、怖い。慌てなくても夜明けまで何かしらの動きを見せるはずだ。え、怖い怖い。そうですね。いや、それにしても七不思議が。待って、一回隠れよっか。あれ、今なんか後ろで物音しませんでした？はいはいはい。これでいいかな。いやー、大丈夫です。俺の気のせいでした。よいしょ。こんな感じでいいの？でもあんな道具で呪い殺すなんて本当にそんなことができるんですかね。どうなんだろう。やっぱ後ろが気になる。ちょっと見てきます。まずいまずい。これでいいのかな？怖いわ。やっぱ何もないか。ここの空気にビビってるんですかね、俺は。はは。わっおっと、ごめんなさいね、そこの彼。ちょっと話を聞かせてもらいます。わあ、バレた。騙されたな。え、かっこいい、この渋めのダンディーなおじ様は誰？そうか、あんたら警察か。あ、そう見えないってよく言われます。驚かせたらごめんなさい。なんか、脇のところに銃かなんかつけてるね、このお兄さんね。大丈夫だと思うけど、職業柄話は聞いておかないといけないんでね。まあそうね。怪しい人はね。あ、本職は本庁刑事課のエリオ純です。エリオくん？なんでさ、これ、名字の方だけカタカナなの？なんだその口は。で、こっちのおっかない顔のおじさんが、上官の堤哲夫警部。堤さんかっこよ。顔はおっかないですけど、こう見えてご当地もののお菓子には目がなくて。かわいいね。エリオ、余計なこと言うんじゃねえ。ベテラン警部、堤哲夫さん。え、堤さんダンディー。見てみるか。多分情報あんまないよね。はいはいはい。渋い方。爽やかな方。そんな感じなの？考えろか。刑事かまずいな。金絞り公園の遺体の件。ああ、そうなのかな。いや、さすがにまだ大丈夫だろう。それに呪いが刑事的な証拠になるわけない。でもなんか呪いがどうのって言ってたけどね、エリオくんの方が。でも自分でも意外なほど落ち着いている。慌てずに冷静に対応していこう。堤さん、いかにもベテラン警部らしい凄みを感じさせる。しかしさっきの探偵といい、この刑事といい、どうしてこんな日に。確かにね、なんか事件があったのかな。エリオ君は刑事というとこわもてなイメージがあるけど、また随分と爽やかなタイプもいるもんだな。親しみやすさがあるよね。エリオ君の方と話してみる？じゃあまず、住所氏名や身元を証明できるものがあったら見せてもらえます？この何？この、ひょっとこみたいな口は何ですの？大丈夫だ、ここはおとなしく従った方がいいだろう。被白石鹸さんに勤めてるの？あ、そうなのよね。最近すごく景気良さそうじゃないですか。結構いい会社なんだ。いや、俺は別に、新米の平社員なんで。美白さんの新しいトリートメントすごく馴染んでいい感じなんですよね。俺も愛用してますよ。お客じゃん、じゃあ。ありがとうございます。エリオ、お前トリートメントなんて使ってんのか？いいですよ、トリートメント。ボス、今時は男性もそれくらいしないとダメなんですよ。あら、いいね。ですよね、おきえさん。あ、ええ、そうですね。今は男性用化粧品なんてのもありますから。まあそうね。ちょっと待って。つつみさんのこの口かわいいな。そうなのかよ。なんて時代だ。そう、ワイルド系なんだな。ごめんなさいね。ボスは全身を一つの石鹸で洗うのがかっこいいと思ってる野生児なんで。まあそれは、いいんじゃない？それはそれで。
髪の毛ごわつかない？思ってねえよ。別にどうでもいいってだけだ。あ、こだわりがないんだ。それもまた人それぞれだからね。いえ、全身用に使える石鹸もありますよ。やっぱりそういう需要もありますんで。あ、すごいね、商品展開が。おう、ほれ見ろ、そういうのだよ。そういうのをもっと出せよ。なんか喋ったら結構明るくて親しみやすい人じゃない、つつみさん。なんだその顔は。めちゃくちゃ食いついてるじゃないですか。え、なんかいい人そうだけど、この二人。以上。それで、おきんえさん、ここで何してたんですか？実は、七不思議の探索。あ、そう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 。好きな子がちょっとね、好きでね。あ、刑事さんは本所七不思議ってご存知ですか？ええ、知ってますよ、本所七不思議。今ちょうど我々もそんな話してまして。そうなの？知り合いの女の子がそういうの好きで、話を聞いているうちに興味持ったんです。なるほど、確かにここにも伝わってますしね。ああ、この公園の不思議ね。太鼓じゃなかったっけ？ああ、そうだ、津軽太鼓。この辺一体津軽家の武家屋敷だったんですよね。うん。それでこんな時間に町を徘徊したってわけか。あ、そうなんですよね。おお、何か収穫終わったか？すごい覗かれてる。いえ、さすがに何も。こっちも話のネタになるかなって程度なので。そうですね。全然何も得られてないですね。なるほどね。事情はわかりました。お話ありがとうございました。では夜も遅いんで早めに帰ってくださいね。え、いい刑事さんじゃない？二人とも。つつみさんとは話せないの？話だったらこいつに任せてある。俺からは特にね。話せないんだ。じゃあもう終わりかな？あれ？どうかしました？もう行ってもいいですよ。ここでのく。もっと粘る。なんか怪しまれてもあれだし、のいとくか。この刑事たちが立ち去る様子はない。貸し主である確証もない。つまり粘って刑事のふりを相手にする。あ、そっか。刑事の二人を相手にしてもね、やばいしな。あ、そうですね。じゃあ俺は失礼します。はい、お気をつけて。ずっとここにいるのかな、この二人。さすがにまずいね。じゃあ場所移動するか。よいしょ。方向の方に行ってみましょうかね。駒形高校正門前。結構立派な高校ね。駒形高校の前に来ました。あんまり角度的に見えるもん少ないな。この学校はバカ林に遭遇した。ああ、そっかそっかそっか。バカ林ね。現在は住宅街の中心になるため周辺は静まり返っている。あたりに人の姿は見当たらない。お。男女共学の学校、生徒632人。そこそこいるな。教育目標として隅田の頭文字を取り、健やかなる心、未来を担う器、妥協なき精神かな。の3つが挙げられてるんだって。あ、でも、不良生徒に悩まされてるらしい。大変だね、学校もね。いろんな事情があんだ。校門。中には入れないのかな？ここには？キャー！人！え？女子高生？なになになに？あ、ポニーテールの女子高生だ。行ったー。あ、ごめんなさい、大丈夫ですか？あ、大丈夫だけど、君、今、え？校門を乗り越えてきた？締め出されてたっていうか、その閉じ込められてたの？制服を着た女子学生が校門を乗り越えてきた。ここの生徒だろうか。あれ？この子が手に持っているものって。わ！呪詛玉だ。この子、かしり主だ。この子もやるの？あんまやりたくないな、おきえくん、あたくし。この子、かしり主かならば。でも、ようこちゃんのためにやりたいわな。どうしたの？こんな時間に。学校で何を？あ、ごめんなさい。私、急いでるんで、ここ失礼します。あら！やばい！やるしかない！ごめんね！え？ああ、これ、呪詛か、何？そんな、みおちゃんごめん。みおちゃん？
うわぁ。なんかでも子供をやるのはちょっと息苦しいわ、さすがに。おきげくん何も感じないの？これで。36% か。はぁ、あ、はぁ、あ。さすがにちょっと殺し回ってるの辛いんだけど。おきげくん大丈夫？殺した。よし、貸り主をやったぞ。いける？この調子なら。なんで前向きなの？この子こんなに。あとどのくらいあれば一人か二人か。お、午前3時。だいぶ経ってきたね、時間が。よし、次だ。サクサク行くなぁ。両国橋の片端の足。で、隅田川のある、あ、旧安田庭園のところね。落ち葉なき市。そこか。行くか。じゃあ先に橋の方を説明されたから、こっち行こうね。両国橋。わ、立派な橋だ。ちょっと失礼するよ。メガネの男性が。うわ、突然読み止めてすまないね。一つ尋ねたいのだけどいいかな。何でしょうか。君は貸し主かい。うわ、先手打たれましたけど。何、え、なんかいる。うう、これ樹影。え、隅田川の看板あるね。ちょっと周囲見てみる。この辺りに片端の足が生えていた。そうね、この堀にね。現在は痕跡すらも残っていないようだ。まあそりゃ江戸時代からあれだとね。ちょっと樹影の方見てみる。これ足だけがあるの。これはこいつの樹影か。この人と今から戦うんだろうな、多分。こいつ自ら貸し主であることを明かすということはどういうつもりだ。それでも先に条件を踏ませる自信があるのかもしれない。要注意だ。ここは何と答えるべきか。どうしよう。なんだそれでいくか。いやでも結局バレると思うけど。俺も貸し主だでいくか。あ、俺も貸し主だ。そうか、素直に認めてくれてよかった。まずは落ち着いて話がしたいからね。僕の名前は波垣雄太郎。樹影は足洗い屋敷。ああ、そうか、足洗い屋敷って足がニュって出てくるやつね。走り主の青年、波垣雄太郎。波垣くん。大学生なのか。じゃあちょっと年下かな。自身が走り主であることを隠さず接触してきた。何なんだこの子は。話だと、あ、僕は目の前にいるのを貸し主だからって、問答無用で呪詛を執行するほど野蛮じゃない。あ、すいません。これ、大きい家くんが野蛮だって言われてるのと一緒なんだけど。君も愚かじゃないならば、そうしてもらえると助かる。わかった。いいだろう、話を聞こう。ありがとう、悟い判断ができる相手でよかった。なんか、悟いって単語が出ると、陽子ちゃん思い出しちゃうな。俺よりも若そうな男だ。大学生くらいか。うん、みたいね。物おじしない、堂々とした態度だ。さぞかし自信があるのだろう。単純に落ち着いてる子ってだけじゃないの。走り主同士で話だとどういうつもりだ、この男。まあ、普通は話して、どうにかしようとするもんじゃないの。しないのかな。話ってのは？ああ、単刀直入に言おう。僕と手を組まないか。手を組む？再婚を集めるのにか。ああ、君も蘇らせたい人がいるから仕方なく呪いの力を使うのだろう。だったら一人で一人分を集めるよりも二人で二人分を集める方が効率的だ。ちょっと考えればわかるだろう。分担もできるし呪いの条件も二種類使える。強力ね。でも最終的に裏切られるかもしんなくない？磯玉に集めた再婚は再分配できる。それが最低限の条件な気がする。あ、確かにね。だからまずはその検証からだね。それも二人じゃないとできないから。確かにそうか。うわぁ、難しいな。でもちょっと信用できなくない？お互い。
あれよ、そこが不確定では話に乗るわけにはいかない。うわ、検証中に持ち逃げされる可能性だって拭いきれない。お互いに言えるよ、波が効くのも危ないよ。いや、そこは信じてもらうしかないな。一人で集めるのも難しいだろう。 67% だ。ん？何がだい？俺の呪詛玉の今の最高の量だよ。はぁ？え？それ本当か？どうやらあんたとは覚悟も行動力も違うようだ。俺は一人で集める協力の話はなかったことにしてくれ。あー、バイバイじゃ。なんだと？うん、そんなハッタリでこっちがひるむと思っているとは。え、なんか波が効くん、かわいい匂いがする。そうか、残念だよ。でもこれで本気出されたらまずいんじゃない？話はする気がないならば仕方がない。うわ！せっかく生き残れるチャンスを自ら棒に振ってしまうとはね。何？なんだこれは、呪霊の声。僕の足洗屋敷は七不思議の中でも特に強い恨みの記憶を持ってる。あ、そうなの？耳を塞いでも聞こえてくるだろう。この呪霊の声を聞いたらもうジエンドだ。くっ！うわー！あ、死んじまった。起きー！